ってみたいなもんやと思っとったやろ。ミニオンになって一日中楽しく暮らすんだ、イエーイってな具合にな。ええか、そんな考えは捨てろ。これは真剣勝負や。ミニオンはな、賢い俺はやらんような危ない仕事をやってくれる部下ない。ミニオンになるってことがどんなことか分かってきたか。そう、せやから最初は説明せえんかったんや。ええか、みんな無事に最後までやり終えたら、まあ多分無理やと思うけど、なんか楽しいことしよう。例えば映画を見に行くとか、アイスクリームを買うとかな。でもきっと無理やろから、そんなことを考えて無駄な時間を使うのはやめよう。とにかくこれまでの候補生たちからありえないほど多くの犠牲者が出た。だから安全ビデオを見てもらわなあかん。よーし娘たち、安全ビデオのお時間や。ガラガラトティ、これから安全の説明をします。安全なんてマジつまんない。大丈夫です、みんなミニオンになることができるけど。お待ちください。トッカーン、扉が開いたら並んだ。大丈夫でも、この乗り物はすでに激しく揺らす。やっぱり乗りたくない人はなるべく早くクルーザーの助手に知らせてね。ドアが開いたら乗り物へと進み、大きな荷物は乗り物の外の壁際の床の上に置いてね。奥から間を空けずに座ってね。出発する前に小さな手荷物はカバンに入れてね。安全バーに挟まれたり運転中に飛び跳ねたりしないように。背中を座席につけてまっすぐ座り、安全バーをしっかり持って。扉が閉まるときは腕や足をドアの外に出さないで。ビデオ撮影、電話での通話はご遠慮ください。手に持ったものが飛ぶこともあります、乗り物が動き出したら扉やボンネットに触らないでください。乗り物の中にいる間は飲食は禁止です。